質問の方が聞いている雨の国というイメージとして近いのはもしかしたら沖縄県なのかもしれませんこんにちは気象予報士の増田理利ですえ今日は気象に関する質問にお答えします This is 気象サポート最初の質問は晴れと雨の境目を見ることはできますか子供の時からの夢です 私が働いている職場は49階に位置していて非常に見晴らしがいいですまあそういった見晴らしがいい場所ですと局地的な雨が接近したり通過する際に雨柱と呼ばれる現象が観測できますこちらあのちょうど先週私が撮影した写真ですがまず右側ですねこれ気象庁のホームページで見るとわかる気象レーダーのサイトですこの青色それから赤色のところが実際雨が降っている場所を示しています 私の職場この辺で、この矢印に従って撮影した写真がこの左側のものになります。こちら、この白いここの柱のように見えるものが雨柱と呼ばれているものです。まさにこの右側には青空が見えて、ここでは雨が降っているということで、雨の境界付近が綺麗に見えることができています。最長どれぐらい後の天気まで予報できるのか。こちらのフリップに横軸に気象現象の時間スケール、縦軸に空間スケールを示しています。 この時空間スケールが小さい、寿命の短い現象であればあるほど、予測が非常に難しいということが知られています。日々の天気で重要な前線や低気圧について言えば、だいたい予報の限界は2週間程度と言われています。一方、ゲリラ豪雨をもたらす積乱雲の予報というのは、できてせいぜい3時間程度になります。次の質問です。 線状降水帯の予測はなぜ難しいのですか線状降水帯の予測が難しい理由は2つあります一つはまず計算機の問題です積乱音の大きさというのはだいたい10キロぐらいのスケールになりますこの10キロのスケールの積乱音を計算機で正確に予測しようとするとだいたい1キロぐらいの解像度の計算分解能が必要になります現在最も分解能の細かい気象庁のモデルというのは空間 格子スケールが2キロになりますこの2キロのものを1キロにしようとすると同じ計算時間に済ませるためには計算機の能力は大体8倍にする必要があると言われていますですのでかなり高速の計算機スーパーコンピューターがまず必要になります例えば九州の線状降水帯を予測しようとするとその風上側にある海上の正確な観測が必要になります。 ただのの観測といいうのは非常に難しいです。この海上の正確な観測それから計算機この2つが難しいということで天井降水台の予測が難しくなっています。ここ数年九州地方等で大雨による災害が増えているがこういった水害が起こりやすい地域は今後増えていきますか増えるとしたらそれがどの地域かの予測はできますか将来ですね 水蒸気や風の流れですがこれが現在よりもより東へそしてより北へ広がるこういった研究成果が出ています今九州に比べると数の少ない日本海側や北日本これらの地域で増加することが分かっています上空の気温はどうやって測っていますか換気流入などの気象予報を聞いて気になりました上空の気温は ラジオゾンデと呼ばれる速記で観測を行っていますラジオゾンデにはこちらに示されているような気温と湿度それから GPS を搭載したこういった速記を搭載していますこれをですねこういったゴム風船に吊る下げて放給することで直接上空の気温や湿度を測っていますまたここに搭載した GPS を使ってその GPS の動きから上空の風向や風速これを観測しています 観測の時間ですが、日本時間で9時と夜の21時、これ、全世界共通でこの1日2回観測を行っています。日本の場合はこの観測を16箇所で行っています。この風船の上昇速度ですが、だいたい秒速5メートルぐらいで、上空30キロまで、だいたい1時間半ぐらいかけて観測を行っています。ななぜ様々なニュースサイトやアプリでで予測に差があるのですか 現代の天気予報はですね物理方程式を記述した数値予報モデルというもので使ってスーパーコンピューターで計算しています。ただこのスーパーコンピューターによる計算結果というのはどうしても誤差がつきものです。ですので実際の観測値に近づくように補正を行います。この補正方法が各社で様々違った取り組みをしている。 ここういったことで予測に差が出ます気象庁による数値予報モデルの結果以外に自社独自の数値予報モデルを持っていたり海外の数値予報モデルの結果を購入したりして独自の予測を出すということを各社やっています例えば日本の気象庁ですとかなり高頻度に予測を発表して目先の大雨ですとか暴風こういった防災面に力を非常に入れています。まあ、一方例えばヨーロッパの国の国機関ですと 目先というよりは長期週、まあ、週間間先先から2週間先の予測に力を入れています3人よりは文字の知恵じゃないですけどいろんなちょっと特色の違ういろんな予測をかき集めてそっ,か、まあ、そっからどれを選択するかっていうのは各社の特徴になるんですけどうまくミックスしたりとか当たる可能性が高いみたいなのをこう,うまく引き出してあげた方がト,トータルの精度が上がるんですね。AI を用いて 過去ののデータを学習させて予報することは可能なのか物理の方程式を解いて予報するのとどっちが正解率がいいのか気になる現時点では物理の方程式を解いた予報の方が精度は高いですただ AI による予測がどん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 進化していますので今後どうなるかは分かりません近年 NVIDIA やファーウェイ Google ディープマインドなど大手テクノロジー企業が過去の膨大なデータを学習させ物理の方程式に頼らず AI によって天気予報をするこういった取り組みがどんどん進められています世界中で最も予報精度が高いと言われているヨーロッパ中期予報センターではこれら AI の取り組みを実際に実験してみて評価していますそのレポートによると過去の非常に強い台風まあこういった極端現象を除けば統計的には まあかなり実際の物理の方程式を解いた予報と同程度のレベルまで来ているこういったレポートがされていますただこの AI による方法で物理の方程式による方法がもう全く不要になるかというとそういったわけではありません実際この AI が学習をしている過去の膨大なデータこれ3次元のデータなんですがこの3次元のデータというのは物理の方程式を解いて得られたものになります ですのでこの両方が切磋琢磨しながら今後天気予報がどんどん良くなっていくと考えています天気を操る技術は実現可能例えば日本では1950年頃から人工降雨といって雨を降らせるそういった実験が行われていましたこれは雨を降らせそうな雲を見つけてその上空から降水粒子の生成を促進するドライアイスなどの種をまく そううすするるこことで人工的にに雨を降らせるこういった取りり組みになります最近では国が進める「ムーンショット」というプロジェクトで洋上の水蒸気の流入を抑制するための洋上カーテンさらには風の流入を抑制する風車群を設置することでゲリラ豪雨や線状降水帯台風といったこれらの強度を少しでも抑制できないかこういった取り組みがなされています。天気を操る技術 これは自然が持つエネルギーというのは非常に膨大ですので完全に操るということは難しいですただし最小限の人工的な刺激によってその自然の持つエネルギーを少しでも抑制するこういったことは可能になるかもしれません岡山が晴れの国と言われていると先日知りました逆に雨の国は日本のどのあたりにありますか気象庁のホームページではさまざまな統計情報が公開されています今回2020年 より前30年間のデータを用いて47都道府県の政令指定都市について1日に1ミリ以上の雨が降る降水日これ年間日数を調べてみました結果ですが最も降水日が少ないつまり晴れの国になると思いますが最も降水日数が少なかったのは88日でまさに岡山でした一方この降水日が多かったのは178日先ほどの岡山の倍ぐらいです 178日で富山でしたその後ついで石川県秋田県新潟県と上位に登場するのはすべて日本海側の県でしたなぜ日本海側の県が多いかというとこれは冬季に雪が降るこれが原因になります降水の定義というのは雨だけではなくて雪についても降水量、降水の日数にカウントされますその後ずっと追っていって 雪が降らない日本海側ではない県として登場するのは最初は沖縄県でしたその次に鹿児島県ですですので質問の方が聞いている雨の国というイメージとして近いのはもしかしたら沖縄県なのかもしれませんご覧いただきありがとうございました気象というのは皆様の生活それから経済など様々なところに関与していますまた気象の分野では過去からの膨大なデジタルデータが蓄積されています 皆様の興味がある何かとこの気象を掛け合わせることで面白いものがいろいろ見つかると思います今回の動画をきっかけに皆さんの気象や天気予報の関心がさらに深まるきっかけになれば嬉しいです